マイニングアプリでアップル製品がもらえちゃう。去年大流行したアプリが再燃、今後も上場する可能性が出てかなり注目されてきています。参加が遅れると稼げる取り分が減りますので、参加はお早めに。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人クリプト奥太郎こと市宮翔太です。本日の動画では完全無料でマイニングできちゃうパイネットワークについて初心者の方にも分かりやすいように詳しく解説していきます。去年12月に話題になってだんだん廃れていきましたが、最近また注目が集まりつつあります。ノーリスクで稼いでいきたい、今後上がる可能性の高い銘柄の情報が欲しい、こういった方は必見の内容になってますので、こちらの動画は飛ばさずに最後までご覧ください。本日の動画の構成としては、パイネットワークの概要、パイネットワークでの稼ぎ方、奥太郎的考察となっております。それでは早速本編に入って解説していきたいと思いますが、この動画をご覧のあなたには重要なお知らせがあります。改めまして、クリプト奥太郎こと市宮翔太です。日々僕の動画をご視聴いただき本当にいつもありがとうございます。大変お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。参加者全員期間限定完全無料配布、以前からお伝えしていた仮想通貨無料プレゼント企画に関して、まもなく開催することをここにお知らせいたします。今回のプレゼント企画は、多くの LINE 読者にアンケートを取った結果、比較的安定しているステーブルコイン、そして今最も注目を浴びている草コイン、これらを参加者全員に期間限定で無料配布させていただきます。比較的安定しているステーブルコインというのは USDT、テザーや BNB、イーサなど主要通貨となりうるもので、草コインに関してはシバコインの再来とも噂されるミクコイン、9月に上場が決定しているスウェットコインなどなど、これから伸びる期待値のある草コインをプレゼント企画参加者全員に配布させていただきます。参加方法は4つ。1つ目、この動画の概要欄から僕の LINE に登録して、ページメニューから専用 LINE に登録。2つ目、登録が完了したらキーワード参加希望とメッセージ。3つ目、奥太郎企画専用 LINE にウォレットアドレスを送付。4つ目、奥太郎公式テレグラムアカウントへの登録。こちらの4つになります。日頃から僕のチャンネルを応援してくださっているあなたのために、少しでも恩返しがしたいと思って開催させていただく完全無料の仮想通貨配布企画となりますので、僕の LINE に登録してくださっている方は、僕の LINE に表示されているメニュー画面から、まだ僕の LINE に登録されていない方は、この動画の概要欄から僕の LINE にまずは登録をしていただき、奥太郎 LINE の登録、専用 LINE の登録、公式テレグラムの登録、これらを行っていただけたらと思います。不明点などあれば気軽に LINE にメッセージをください。それでは開催のアナウンスをお待ちいただき、本編も最後までしっかりご覧ください。それでは早速本編に入って解説していきます。まずはパイネットワーク何といった方も結構いらっしゃるかと思いますので、パイネットワークの概要部分から解説していきます。パイネットワークは2019年に作成されたアプリで、トークン名はパイ、ビットコインの問題を解決するために作られたコインです。現在 SNS のフォロワー数も Twitter で167万人、 Facebook で132万人、 Instagram では134万人となっていて、全世界で3000万人以上のユーザーを抱える非常に人気のアプリです。特にアメリカやインド、フィリピンなどで流行っています。パイネットワークはその専用のスマホアプリで、仮想通貨のパイが無料でマイニングできるサービスです。マイニングとは、マイニングをする人が取引情報を承認して、このパイネットワークで言えば、アプリを開いて1日1回ボタンをタップすると、その報酬として仮想通貨が新規発行される仕組みのことです。完全無料でできることに加えて、このタスクの簡単さから当時かなり話題になりました。で、一度話題が消えてしまった理由というのが、ビットコインのマイニングを聞いたことあるといった方もいらっしゃるかと思いますが、非常に大量に電力が必要みたいで、それに対しこのパイネットワークはスマホでのマイニングが可能なので、消費電力を少量で抑えられます。ですが、上場してないからほぼ無価値だよねといった結論になって、次第に忘れられていきました。なのにもかかわらず、今また話題になっている理由がここからお伝えしていく内容になります。先ほど上場してないからほぼ無価値と言いましたが、これは創設者であるニコラス氏が上場には興味がないと言っているからです。じゃあマイニングしても意味ないんじゃないのと思った方いらっしゃると思うんです。ですが、パイは使われています。実は知っている方もいるとは思いますが、すでにパイを使って物を購入することができるんです。中国、韓国、ベトナムなどでは導入されていて、これを使って食事や買い物もできる国もあるくらいです。上場に興味がないといった発言には理由があって、上場しなくても価値はコンセンサス価格で決められると発言していたことがあります。コンセンサス価格というのは、企業の業績や経済指標に対する市場予想の平均値のことで、ちょっと何言ってるかわからないと思いますが、要は簡単に言うと、需要が増えれば増えるほど価値は上がるよってことです。現状このように iPhone が20コインで10台取引されていることもあるほどです。ということは1コインで約8万円ですかね。
2BNB くらいですよね。本当にすごいです。ただ一応上場の情報も噂されていて、2022年、まあ、今年の年末あたりに上場するのではとも言われています。では最後にアプリの始め方共有していきます。スマホアプリですが、僕が iOS なので iOS 版での解説になります。まずはじめにホームページから App Store に飛んでダウンロードをします。ダウンロード終わったらアプリ開いてこの画面になります。僕は Facebook でログインしましたので確認画面になりました。で次この画面になって、紹介コードがないと始められませんので紹介コードを入れます。で送信ですね。 Pi Network のアプリになりますので5個くらい説明があります。終わったらメール送信してこちらから再度ログイン、以上で完了です。ここからは毎日タップすれば無料で Pi がもらえますので、ぜひやってみてください。注意点としては参加者が増えるとマイニングの量が減りますので参加はお早めに。またこのパイネットワークが気になるよとかやってみたいとか言った方がいらっしゃいましたら、自動返信にて招待コードを送らせていただきますので、パイネットと5文字カタカナ5文字でこの一言だけ LINE にメッセージをください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日は完全無料でマイニングができるパイネットワークについて最新情報を共有してきました。こんな感じで僕の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方は僕の YouTube のチャンネル登録と通知のベルマーク、公式 LINE のご登録をぜひしていただければ嬉しいです。冒頭でもお伝えしていますが、僕が仮想通貨投資により無事資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、いい案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっと僕の動画を見てくださっている方も仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度でいいから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もちょくちょくいただいたりするんですね。ただそんな時に僕に聞いてもらえたらすぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ずチャンネル登録、通知のベルマーク、公式 LINE の登録、この3つは必ずしていただければと思います。僕もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたら嬉しいです。それでは本日も僕の動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。